女性を興奮させるために SHR と WCR を整える必要がある。皆さんこんにちは、論文で解決チャンネルのお時間です。さあ本日は女性を濡らす体型の作り方ということで、2021年のオクラホマ州立大学の研究、2024年のテキサス A&M 国際大学の最新研究をもとに、本能的に女性が興奮する体型の作り方を徹底解決していきます。よくある痩せ型の体型の方がいいよみたいな浅い内容ではなくて、進化心理学をもとに本能的に女性が求めてしまう男性の体型、そしてその体型の科学的な作り方も含めて解説をしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行きましょう。ではまずはもう早速、どんな体型が女性を興奮させるのかの結論となる研究から解説をしていきます。2021年にオクラホマ州立大学から、男性のウエストと胸囲の比率 WCR によって、その男性の魅力度はどう変化するのかの研究が発表されました。研究の方法としては、女性130名を対象にして 3D を使った画像を見せ、今すぐに性行為をするならどのような上半身がいいのかを調査したという研究です。もともと女性は男性の第一印象として下半身よりも上半身に目が行きやすいことは様々な研究で明らかになっていまして、この上半身の代表的な指標である WCR、 ウエスト対胸囲の比率を調べたという研究です。しかもこの研究は、今すぐに性行為をするならどういう上半身がいいかという直接的かつ実用的な調査になりますので、とても面白く参考になりやすい研究です。実際に研究で使われた男性の 3D 画像がこれです。 WCR 0.7、 0.8、 0.9 と脅威とウエストが近くなってくる画像になっています。この3つの画像を見て、どの男と今すぐセックスをしたいのかを尋ねたという研究です。そして結果としては、実際の論文の表を出すとこんな感じになっています。 WCR 0.7 が最も体の魅力度が高く、性的魅力も抜群という結果で、脅威とウエストの比率が近くなっていくごとに魅力度はなくなっていくという結果でした。つまり女性からモテる体型とは、脅威を構成している大胸筋、小胸筋、広背筋の筋肉が大きく、腹部が絞れている体型ということです。例えば25歳から29歳男性の平均の脅威が 90.6 センチですので、この場合、最も女性を興奮させるウエストはだいたい65センチになります。30代であれば男性の平均脅威は 93.8 センチなので、約68センチのウエストが最も女性と性行為をしやすい体型になるんです。ウエストが細いって思うかもしれませんが、女性はとにかく絞れている腹筋を求めているんです。トレーニング方法に関してはまたこの後で詳細に解説をしていきます。ウエスト対脅威の比率である WCR は 0.7 が理想、これは覚えておきましょう。そしてもう一つ重要な指標というのが SHR、 ショルダートゥヒップレイティオです。2024年にテキサス A&M 国際大学から、女性の視線行動と身体的魅力の認識に関する研究が発表され、女性は男性の上半身に強い魅力を感じ、 SHR が高い男性ほど性的な魅力を感じるというデータが出ています。 SHR というのは肩幅とウエスト幅の比率です。平均的な SHR は 1.4 から 1.5 と言われていますが、女性が最も興奮する SHR は 1.6 だというデータが出ています。つまり肩幅が広く、ウエストが細い V 字型の体型というのは、女性を興奮させ濡らす体型というわけです。これなぜ SHR や WCR がこれほどまでに男性の身体的魅力度に影響を与えているのかと言いますと、研究者曰く女性としての本能が理由であることを提唱していました。 SHR が 1.6 に近い肩幅が広く、お尻が締まっている男性というのは、生物的に強く健康であると判断されるため、狩猟や戦闘などの能力を示すシグナルとなり、女性から本能的に繁殖に有利であると認識されやすいことを述べています。人間は当たり前ですが、生物ですので、本能的に女性は繁殖しやすい男性を選びやすく、その繁殖に適している体というのが SHR 1.6 だということです。そして、ウエスト対胸囲の比率である WCR に関しては、体の健康度の指標になり、特にウエストは内臓脂肪の判断基準であることから、
ウエストの比率が低い男性は心血管疾患のリスクが低いことが示され、長期的に健康であることから繁殖に有利であり、WCR0.7 の男性は女性が本能的に選びやすいということです。つまり、メスという本能を刺激させ、女性を興奮させる体型とは、SHR1.6、WCR0.7 の肩幅が広く、ウエストやお尻が締まっている体型だというわけです。それではここからは、この体型を作るためのトレーニング方法について深掘りをしていきます。論文で解決チャンネル。それではここからは、女性を濡らすトレーニング方法です。先ほどもお伝えしましたが、重要なのは、肩幅、胸囲が広く、ウエスト、お尻が締まっていることが重要ですので、重要なのは、肩幅を作る三角筋、胸囲を構成する大胸筋と広背筋、ウエストを構成する腹直筋、腹斜筋群、お尻の筋肉である大臀筋です。まずは肩幅を作るための三角筋ですが、解剖図を見ていただくとわかるように、三角筋というのは三角筋前部、中部、後部繊維に分かれています。2000年にバスキンが行った筋電図解析によれば、三角筋前部、中部の筋活動が最も高いトレーニング種目というのは、ショルダープレスであることが明らかになっていますので、三角筋前部、中部繊維のトレーニングには、ショルダープレスが最適だと言えます。三角筋後部繊維に対して有効な種目は、リバースフライです。特にマシンでのリバースフライは、三角筋後部の筋活動が高く、怪我の心配も少ないため、リバースフライマシンは三角筋後部繊維のトレーニングとして必須の種目だと言えます。2013年のニューヨーク市立大学の研究では、リバースフライでのトレーニングの手の位置で三角筋の筋活動はどう変化するのかを筋トレ経験者19名で分析をするというとても面白い研究が発表されました。基本的に筋トレ系の種目に関しての調査は筋トレ未経験者を対象としている場合が多いんですが、この研究は筋トレ歴1年以上の経験者を対象としているとても貴重な研究だと言います。そして結果としては実際の論文の図だとこんな感じになっていまして、ニュートラルグリップの方がプログリップよりも三角筋後部繊維の筋活動が高い傾向にありました。これは個人差も大きいため、ニュートラルグリップにすると確実に三角筋後部繊維の筋活動が高くなるとは言えませんが、一度グリップの握り方で筋収縮に差があるのかを確認してみてください。ショルダープレス、リバースフライで三角筋を肥大させ、肩幅を広くしていきましょう。では続いては胸囲を構成している大胸筋です。2000年にドイツから発表された大胸筋の筋活動を筋電図で調査した代表的な研究では、10名の若年男性を対象に大胸筋の筋電図解析が行われたんですが、結果としてはこんな感じになっていました。大胸筋の筋活動としてはバーベルを使用したベンチプレスが最も筋活動が高かったという結果でした。また2020年に西ノルウェー大学から発表されたトレーニング歴 4.8 年の上級トレーニーを対象にした研究においても、大胸筋の筋活動はベンチプレスがフライよりも 16% 高く、三角筋の筋活動はベンチプレスの方が 25% 高く、上腕三頭筋の筋活動はベンチプレスの方が 75% 高かったという結果が出ています。つまりベンチプレスは大胸筋を復活させるのに適しているということです。なおかつバーベルベンチプレスは持ち上げられる重量と大胸筋の筋肉の厚さの相関係数はかなり高く、2014年の芝浦工業大学の研究によれば、大胸筋のサイズとベンチプレスで持ち上げられる重量の間に 0.86 の相関係数を認めたということで、実はこれかなり高い相関係数で、要はバーベルベンチプレスの重量が上がれば大胸筋の筋肉の厚さもそれに伴って向上していくということです。これは何がすごいのかと言いますと、実際に筋力と筋肉の厚さというのは 50% ほどしか関係していないというデータは数多くあり、いくら重い重量を扱えたからといって筋肉はそこまで大きくなっていないという種目は数多くあります。一方でバーベルベンチプレスは持ち上げられる重量が増えればその分大胸筋はでかくなっているという証明になりますので、トレーニングのモチベーションが上がりやすいという利点があります。なので胸囲を分厚くするためにバーベルベンチプレスをチョイスするようにしましょう。そしてもう一つ、胸囲を構成する筋肉である広背筋ですが、こちらの筋電図データを見ていただくと分かるように、広背筋のトレーニングで科学的に最も有効なのが懸垂です。懸垂は広背筋をはじめとした上腕二頭筋、上腕三頭筋、
脊柱起立筋の筋活動が高まりますので、広背筋をトレーニングするための第一選択としては懸垂を選ぶようにしましょう。懸垂なんてすぐにはできないよっていう方は、ラットプルダウンでも広背筋の筋活動がとても高くなりますので、どちらかを選択するようにしましょう。では続いては、ウエストを構成している腹直筋と腹斜筋です。こちらは以前の放送でも詳細に解説をしていますが、最も強い筋活動が得られるのが腹筋ローラーです。ただし、ウエスト自体は筋肉を引き締めるよりも、お腹周りの脂肪を減らすことが第一選択になりますので、今現在お腹が分厚い脂肪で覆われてウエストが太くなっているっていう方は、腹筋ローラープラスカロリー制限でお腹周りの脂肪を燃焼させるようにしましょう。そして最後はヒップ、お尻です。これは皆さんご存知の通り、ボトムポジションでのスクワット運動が最も大臀筋を復活させて引き締める効果がありますので、スクワットをチョイスするようにしましょう。ショルダープレス、リバースフライ、バーベルベンチプレス、懸垂、腹筋ローラー、スクワット、これら6種目が女性を濡らすトレーニング種目ですので、ぜひ一度参考にしてみてください。正しく体型を整えて女性を興奮させるようにしましょう。チャンネル登録者20万人突破記念で始めた公式 LINE では、現在期間限定で筋肉量をとことん増やすためのカロリー戦略、筋トレ時短テクニック5選、人工甘味料のすべて、テストステロンの分泌量を上げるための筋トレ完全版など、有料級の PDF コンテンツを無料でプレゼントしています。今後もコンテンツを続々追加予定ですので、ぜひ無料で概要欄から登録してみてください。それでは本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。